こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、今回は桜影高等学校について解説していくぞ。桜影高等学校は東京都文京区本郷1丁目に所在し、中高一貫教育を提供する私立女子高等学校。高校からの入学者を募集していない完全中高一貫校。中学入試では女子学院中学校双葉中学校とともに女子御三家と言われており、その中でも桜影は女子最難関と言って良いレベルだ。弁護士や医師などの難関仕様に従事する卒業生の割合が半数以上になる、ほか政治家や研究者も輩出している。そしてそれだけでなく菊川怜さんなどタレントさんも輩出しているぞ。今回はそんな桜影高等学校にまつわるエピソードを4つに絞って解説していくから、ぜひ楽しんでいってくれよな。また、このチャンネルではいろいろな高校や大学のあるある、そして数多くのランキングを上げているから、ぜひチャンネル登録してほしいからポチッとよろしくね。それでは早速、ゆっくりしていってね。桜影高校ではみんなが息を吸うように勉強するとよく表現されている。勉強はできて当たり前なので、勉強面で順位を争うことなどはないようだ。成績優秀者の掲示や公開も学校側では全く行っていないそうだ。それでも高校生になると休み時間に勉強する生徒もいるようで、休み時間の過ごし方も、みんなが自由で面白いようだ。例えば休み時間のたびに、自分の知っていることを披露し合っていたり、話すだけでなく、黒板を使って書いたり、説明したりされたりするようで、例えば円周率を何百桁も導き出して黒板に書いてあったり、自分の好きな倫理学者の名言が書かれていたり、大きな世界地図を書いて、自分の好きな国について語り合ったりするようだ。それはすごいね。普通の高校では絶対にやってない気がする。桜影では礼法を中1では週1回、中2中3では5週に1回、ホームルームの時間を使って学ぶようだ。高2では女性学と礼法を合わせ、総合の時間の中で学ぶ。この礼法の時間は桜影を卒業して一番思い出に残っている授業は？と聞かれたら、みんなが答えるくらいのありがたみを感じる授業なんだそうだぞ。和室畳の部屋でやるときと、洋室椅子の部屋でやるときがあるようでは、洋両方の作法を丁寧に教わり、身につけることができるんだとか。ここで学んだ立ち振る舞いは、とても役に立つようで、大学生になって、目上の人との交流をする機会が増え、礼儀が大切になってくる場面が増えましたが、上着の脱ぎ方、髪下げ座について、手の重ね方など、細部に至るまでしっかり教わるので、礼儀作法に関して困ることはなくなるんだとか。確かに礼儀作法は大事だから、それを学べるのは良いよな。進学校であれば割と自由で校則は緩いなんてこともある気もするが、ここ桜影では校則は厳しいんだそうだ。スカートの長さ、スマホの持ち歩き、修学旅行の服装などである程度縛りがある。従うかどうかは、人それぞれなようだが、学校でスマホ使うと、取り押さえ。最悪、保護者面談になるんだとか。授業中になると、没収されるようだ。文化祭や体育祭には学生の主体性はあまり認められず、クラス T シャツを作ろうとか、お化け屋敷をやろうとか、文化祭のキラキラはないようだ。校風として気品ある学生に育てたいという意図がきっとあるんだろうな。まあどこを重視するかは人それぞれだから、会う人には会うって感じだろう。桜影生は東大に入る確率より、結婚生活を順調に続けられる確率の方が低いという噂があるらしい。医師や弁護士など難関の業種であったり、有名大学を卒業して一流企業に勤めることはたやすいが、それだけ自立しているので、それに見合った男性を見つけるのは難しいということなのかもしれないな。頭が良い人たちの羨ましい苦悩だと言えそうだね。それではまとめに移ります。その1、息を吸うように勉強をする。さすがトップ高はすごいね。その2、礼法。礼儀作法はマジで大切だと思う。その3、校則は厳しい。女子校ならではって感じなのかな。その4、東大に入る確率、結婚生活を順調に続けられる確率。東大の方が簡単なんだね。ということで今回は桜影高等学校について4つのあるあるを紹介してきたけど、どうだったかな？他にもこんなエピソードがあるよとか、この高校も取り上げてとかがあればコメント欄に書いてね。
これからもいろんな学校のあるあるエピソードを紹介していくから楽しみにしていてね。それではご視聴ありがとうございました。